で今回動画なんですけど、今回はですね、集まりこういう感じで住民いると思うんですけど、住民たまにモヤモヤ出すじゃないですか、こういう感じで。モヤモヤ出すと思うんですけど、モヤモヤ出してる時に話しかけたら、なんか引っ越ししたいんだよみたいな感じで話しかけてきて、住民が。で、その1日後にね、こういう感じで段ボールの部屋になって引っ越し準備をね、始めてるんですよ、住民。引っ越しだよって言った1日後に引っ越し準備を始めて、こういう感じで部屋が段ボールまみれになってね、引っ越しの準備を始めてるんですけど、このゲームね、この案内所で、このタヌキチに話しかけたらね、住民の家をね、変えることができるんですよ。移設することができるんですよ。区画整理がしたいで、住民の家。まあ、これでね、住民の家をね、移設することができるんですよ。住民の家を引っ越しさせることができるんですけど、引っ越し準備中の住民の家を、まあ、移設しようとしたら、どうなるのかってことで、引っ越し準備で、部屋が段ボールになってる住民の家を移設しようとするんですよ。引っ越しする住民の家を引っ越しさせようと。そしたら、どんな反応されるのかなって。とりあえず、モヤモヤ出さないといけないっていう。全然出ない、マジで。ほんと、やばいなぁ。もうさっきから、めちゃくちゃカットしてるから、多分動画で今1分2分になってんだろうけどさ。もうなんか、もやもやさ、たまるとかさ、ブーケのフランスの出なくていい住民ばっかもやもやてんだけど。まあ、来たかもしんない。まあ、ジンペイ、まあまあ、ちょっと今日はね、検証のために、まあ、検証のためにね、皆さん、ジンペイは嫌いなわけじゃないですけど、今回、実は検証のために今回、ジンペイちょっと追い出せたのもさ、まあ、なんかまたいつかあったら誘うからね、いつ会うか知らないけど。で、これで、ね、日付をね、1日ずらしたら、ジンペイの部屋が段ボールまみれになってるんですよ。さあ、明日、ジンペイさんがチキン投げるじゃないか。さあ、これで、ジンペイちゃまの部屋が段ボールまみれになってるんですよ。引っ越し準備を始めてる住民の家を移設しようとしたらもうね、タヌキシとかも困るだろうね。一回確認しようね、ちゃんと。さあ、引っ越し中、はい、段ボールになってますね、ちゃんと、ジンベエさんの部屋。さあ、段ボールになってるんで。待って、あれ、移設するの何万ベルかかったっけ、あれ ?3 万ベルくらいかかったっけ、あれ。ちょっと移設するの何万ベルはするかわかんないから、もうなんか持てるだけ全部持って、37万ベルも絶対いらないけど、一応持っとこう。さあ、来た!さあ、タヌキシさあ、俺の島今何月、もう7月だよ。はい、もう夏になっちゃう。これから冬なのに、俺の島夏になっちゃってんだよ。さあ、今からインフラ整備の相談で、さあ、区画整理。はい、住民の移設します。さあ、ジンペイさん選べる、いますね、ちゃんと。ちゃんといますよ。ちゃんといますよ。ちゃんと住民がいますね。いますよ、ジンペイさん。引っ越し準備してるジンペイさんいますよ。さあ、普通で、普通だったらね、ここで住民選んだらね、本人登場するんですよ、ここで。今、引っ越し準備中で忙しいジンペイさん、ここに来るのかと。よっしゃ!ジンペイさんはこの島からの退去は決まってるし、こっちの場所を変える時間はないだろうもん。え、ダメなんですか、ちょっとすいません、ダメなんですか。え、どうしても、そのジンペイさんの家が移設、もう俺が、どうしても、あー、ダメ。え、どうしても俺、ジンペイさんの家を移設したいんだって、どうしても。もうなんで、ジンペイ、移設したいのよ、俺。